高齢者向けのワクチン接種全自治体で完了へ政府が高齢者向けのワクチン接種について自治体に対し調査を行ったところ7月末までに日本全国の自治体が接種を終える見通しだと回答したことが16日に明らかになりましたこういったワクチン接種が完了すれば多くの 高齢者の命が救われることになりますので、自治体の皆様、医療関係者の皆様には、今後も、反ワクチン過激派などに屈することなく、全力でワクチン接種に取り組んでいただくよう、お願いします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。